はい。ひとつき万殺しみです。今日も内部情報提供ありがとうっていうことで、えー、オリンピックに関しては本間さんにどんどん、えー、垂れ込みじゃなかった、あの、情報提供があってですね、えー、大変本当にありがとうございます。えー、今日はですね、あの、お医者さんたちの意見っていうのがですね、まあ、複数の、えー、内部関係者の人たちからあってですね、これはもう相当、お医者さんは危機感を持っているという状況にあってですね、うん まあね、あの、東京都医師会の会長の、その、尾崎さんっていう人がね、まあ基本的には、その先方に立っていろいろメディアに出てると思うんだけども、まあやっぱり、その尾崎さん以外の現場のお医者さんたちも、もうかなりこれはもう、オリンピックに対して、えふざけんなというふうに、この、思っていると。 いう状況があってですね。まあ、あの、当然そうですよね。えー、この、もともとですね、オリンピックに関しては、本間さんがブラックボランティアという本で書かれていましたが、国書対策。これがすごかったわけですよね。まあ、今年の夏もめっちゃ暑かったですよね。で、その暑い中でボランティアの人たちが働けば当然ですね、バタバタ倒れるわけですよ、熱中症で。で、それをなんとかしてくれっていうふうに言ったんだけど、そこにプラス、えー、コロナも、オリンピックで広がったら、 受け入れてくれと。さすがに、ふざけんなと。いうことになっています。はい。<laughs> まあ、それをですね、あの、コロナになりかけの私がっていうのは冗談なんですけど、あの、話をしていくっていうことで、いや、本当にでも、最近情報提供増えましたね、本間さんに対する。<laughs> いや、ありがたいことです。<laughs> どしどし応募しております。うん <laughs> はい。あの、取材源は、あの、ばっちり取得いたしますので、えー、今日もよろしくお願いします、本間さん。<laughs> よろしくお願いします。はい。やっぱりまあ、あの、お医者さんがどういう反応をしているかっていうことってすごく大事なことですよ、これは。うーん。うーんそうだよね。はい。あの、まあね、あの、現場のその健康を、あの、わかっている人々なので、 ま、これは相当大きな、あの、話ではありますが、まあ、ちょっと本間さんからですね、今日も、え、内部の人たちからの情報提供をもとに、え、メディアでも公開されている記事とかを解説していきたいなというふうに思います。まあ、ね、あのー、オリンピックっていうのはですね、基本的に、ほとんど大手のマスコミがですね、え、スポンサーになっていますので、オリンピックに対する批判記事というのは書けません。 ね。なので、えー、冷静にね、なんせ、あの、オリンピック、あの、反対とかね、オリンピック興味ないっていう人たちから、すでに、えー、1万円札が、ね、あなたの財布からね、税金1万円取られてるんですよ。知ってましたね。<laughs> そういうことも書かれませんからね。はい。うん、で、えー、さらにそれがですね、2万円追加でちょうだいってこう言われてるわけですよ。ね。 だからオリンピックっていうのはですね、あのー、市場にこのコロナでダメージを受けている我々のお財布をさらに直撃するものになっていますので、えー、ちゃんとこれは語るべき問題であろうと思っています。本間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやー、まあ、まずは情報提供してくださってる皆さんにありがとうございます。い,ますいやー、本当にね、あのー、もう、多分これ、あれですね、あのー、 こも本当に取り上げないから現場で相当圧がたまってるんだと思うんですよ。うーんねでだからもう、もう一時、一畳の一筋の光があそこに本間さんって人がいるみたいな感じで <laughs> あそこにいえばなんとかなるかもって言って多分今あの来てるんだと思います。<laughs> <laughs> はいいままあそこまでねね力があるわけけじゃないけど、ねうん いやまあでも少しずつ広がって,るって,って、ねね。この一筋の光が、ちょっとあの、こう、大きくなってきているかもしれません。うん。はい。いや、これで本間さんの本がね、ね10万部とか売れてほしいっすね。<laughs> 本当に。それはもう、小鳥とも動かない。<laughs> いや、そんなことじゃないの。動いてる、動いてちは動いてる。ちょこっとは動いてる、ちょこっとは動いてる。<laughs> ちょこっとはね。うんうん、<laughs> まあ、その、今回のこの、その、お医者さんのお話っていうのは、はい、まあ、これあの、 もともとはその13日、うん、今月の13日ですかね、うん、あの東京都医師会の定例記者会見というのがあって、うん、まあそこで、そこで、その尾崎会長という方が、尾、うん、崎さんという方がですね、その、まあ、オリンピックについて聞かれて、うん、んで感染者が増えている国があるでしょと、うん、世界中見渡してみなさいよと、うん でそんなもう今それどころじゃないんじゃないのと。まあ、至極真っ当な意見でですね、うん、で全世界から観客を呼んでね、うん、今、開催できるような状況かと。う,ん、うーんって言ったら、それはやっぱりどうかなり難しいんじゃないの、うん、と。まあ、これやっぱりね、あのー、医師会のその会長をね、この人はまあ東京都だから日本のっていうわけじゃないけれど。うんうん まあそれでもやっぱりさ、東京の医師会ってさ、っ全国で一番でかいわけ、ね、いですう当然そうですよ。<laughs> 当たり前だけど、ねうんで。そこのやっぱりトップの人はね、うん、こういう公式の会議で、うん、まあほぼ無理でしょと。うん、で、その上でどうしてもやりたいっていうんだったら、うん、無観客しかないでしょって。うん、無観客にすりして、要するにもう客入れないようにする。うんうん まあ無観客だオリンピックは無観客になったら観光客来ないからね、うん、そもそもね。だから、このそういうことを、まああのー、記者会見で言ったわけです。うんうんね、なんでかっていうと、うん、まあその理由としては、もともと、えっと、その都内の病院、特にあそこら辺。 あのオリンピック会場に近い周辺のね、慶応病院とか東大王族病院とかうん、うん、そういう病院っていうのはもともとオリンピックに協力する体制っていうのを組んでた。うん。んでもうそれも200人体制とかね、うん、一つの病院で、うん、数百人体制で、うん、まあそのあれですよ、うん、と国書対策、うんえー、がやっぱりあの 一番コロナ以前は国書対策が一番大変だったあの200人体制ってものすごい数ですよね。そういう、やっぱりさ、そういうあのー、組織委員はね、委員会は気軽にものポンって頼んでくるけれども、うん、現場の医者たちにしてみたら、うん、あの何かあったら責任問われるのは自分たちだから、うんうん、それはちゃんと体制組むわけよ。うん あの組織委員会みたいないい加減なあの体制組じゃないからね。うん、で、そういう体制を組んではいたけれども、うん、それは <coughs> コロナに対しては全然何もできてなかったわけだよね。うん、で、今回延期になって、どうなのかなと思って見ていったら、うん、組織委員会の方から、いや、コロナの、コロナ対応もよろしくお願いしますよ、みたいな。うん あの、っていうのは、その例の政府のね、うん,うんとあのー、連絡会で、ウィズコロナ。ウィズコ五輪ってやつですね。ねうん、あの頭のかし。急的に、徹底的にこの、えー、選手を隔離して、うん、毎日 PCR 検査して、えー、その、ほら、えー、アメリカのその、えー、全米オープンでやったみたいなね、うん、ハブっていう、 もう全くこの、えっ、ー、と、無菌っていうか、うんあの、感染する可能性がないように、うん、完全に分けるって、どうせ。まあ、でも問題としてはてあの、その大会はそもそも無観客だったっていうのと、それでも感染者出ちゃったっていう選手にね、出ちゃったんだよというね。うん、で、でもその、要するにそれを、まあ、やればいいじゃんって、うん、その政府の連絡会議では、アホが、 アホどもはそういうことを言ったんで、うん、まあ組織委員会はそれをまた右から左へ医師会に投げたわけだ。うん。よろぴくって。よろぴくって言って投げて、うん、まあそれで、小崎さんは激怒して、うん。まあこういう発言になってる、ねうんだよね。ちなみにあのーうん、あ、いいですか どうぞどうぞ。あの、慶応病院のお医者さんの勤務している数っていうのはですね、だいたい700人くらいなんです、常勤で。うん、で、看護師さんっていうのがですね、うん、確か、えっ、ー、と、1000人かな常勤換算で。看護師、看護師の数が、そう考えると1700人のうちの200人って結構な比率ですよ。すよ、ね、ですでに。そこに、 コロナ対策もやってくれって言うと、まあ多分緊急外来とか、うん、今の入院患者とかへの対策がこう、うん、もうおろそかになりますよね、これは。そう,そうそう。うん。その通り。うん、その通りなのよ。うん。だからこの医師会の中にはね、うん、うーんと、やっぱりもうすごい、まあこの尾崎さんだけじゃなくて、うん、みんな怒ってると。そりゃ怒るわ。うん。うん、それで、 うんと、その病院はオリンピックのためにあるんじゃねえぞと。もう、四国ごも、ごもっともでございます。<laughs> はい。言っているお医者さんもいるらしくてね。<laughs> いや、もう。当たり前だろうね。四国ごもっともでございます。本 <laughs> 当 <laughs> だよね。<laughs> もうその地域を見ることができなくなっちゃうぞとう、うん。うん。いう、だからまあね、このおはこれでさ、この、この番組で前もお話したけど、うん その本当、その地域医療が崩壊するぞと、うん、こ,んなこのままでやってるとね、うん、だけど組織委員会ってそんなことはさ、ヘとも思ってないわけよ、うん、自分たちがのやるオリンピックさえなんとかなりゃいいと思ってるから、うん、で、医師会にぶん投げてきて、うん、で、アメリカの,その全米オープンでやったハブみたいなことやれば、うん、なんとかなる,なるんじゃないですかと、一、うん、つよろしくみたいな。 フリをしてきたらしいんだよね。それで、医師会側ではかなりの怒りが出ていて、うん、もう協力するのをやめるべきだと。いや、そらそうですよ、<laughs> だよね。もうほんとね、やっぱりね、そのね、この、やっぱり僕らほら、あんなウィズコロナなんかできるわけないって、うん、ずっと言ってきたけど、うん、もうまさにそれが証明されてるわけよ。うん、お医者さんたちはやっぱり、 現場で一番その責任も取らされるし苦労するからね。うん、彼らはそういう依頼があれば必死で考えなきゃならない立場じゃない。うんうん、だけど、じゃあそれに対して明確なね、うん、じゃあ何か金銭的なさ、何かがあるかというと、これないからね。うん、あの、あくまでまあ、国がやるんでね、うん、一つ皆様よろしくっていうレベルだから。よろぴっく。 そうだから別に組織委員会からさ、うん、あのー、とりあえず10億円そっち回すんで、みたいな。<laughs> そういう話もないわけよ、結局。まあ、あれ、つまり大日本五輪軍のあの崇高なる使命のために、もう奉仕せよと。うん、あ国家総動員令であると。うん、まあ、そういうことですね、これは。そういうこと、うん、そういうこと。なのよ。もう、その、それで、 なんかこう今、やっぱりさ政府がね、うん、これ政府の責任もあると思うんだけれども GoTo トラベルとかなんとかとかいろんなことをやって、うんでまあ、それは欧州に比べれば感染者も少ないということもあって、うん、やっぱりなんとなくさ、うん、医療現場は大丈夫じゃねみたいな空気がある。<laughs> 大いなる誤解ですよねそれはもう本当、うんあのー、いつちょっとでも増えればさ、うん、また、あのー、4月、5月ぐらいのあの雰囲気に逆戻りするわけで。うん、っていうのは、じゃあ何か強化され、体制が強化されたかっていうと、うん、当たり前だけど別にそんな簡単に強化なんかできないからね。うんうん、それで、あのー、基本的にやっぱり、 コロナ用の対策をすると、ものすごく工程数がかかるから、うん、現場はそれだけで疲れちゃうわけよ。そそうだ患者がいなくてもね、うん、患者がいなくても、で例えばその <laughs> 線、その動線、コロナ専用の動線と、一般患者の動線っていうのを分けなければならないとか、うんうん、それだってさ、うん、全部でやるのって大変だから。 そういうことの準備だけでもものすごく手間と時間がかかっていて、うん、現場は疲弊してるんだと、うん、で、そこにいや、オリンピックやるからさってオリンピック選手用の専用レーンも作ってちょうだいよみたいな、うん、まあそんなバカな話がね、うん、真顔で降ってくるわけですよ、うん、だからこれはやっぱりふざけんじゃねえっていう話になるよね。やっぱり いや、まあ、それは、まあ、普通になりますよね。なるよこれは。あの、<うん S 2> これ、政治的な動きも、あの、あって、<うん S 2> 東京都の、皆さんね、医師会っていうふうに言うと、東京都の医師会はですね、あの、まあ、これ全国の医師会がそうなんですけど、自民党支持なんですよ。基本的には。で、 えー、一億円くらい確か献金してるはずです。まあ、自民党からすると、大口のお客様ですよ。こちらは。で、そこの医師会が、いや、もう無理っていうふうに言ってるっていうのは、これ相当あの、来てる。もう、不満が <laughs> 来てるということですよ。うん。いや、だからこれ、まあ、組織委員会の方はただぶん投げてるだけなんでね。うん ま、これに、それに対してやっぱり医師会側が、えー、いやもう無理よと。うん。で、まあ、その、だから俺はまあ、あの、これはま、多分ね、11月、12月になって、うん、その患者数が増えればね、うん、またそういう報道が増えるじゃないですか。うん、でも、やっぱりまた現場がすごく大変だっていうね、うん、ことになるから、多分、あの、いやもうこれを、組織委員会の連中に、これ見てみろよと、この現状と。うん これでどうやってさらにオリンピック足すつもりなんだって言えば、うん、まあ一撃で終わっちゃう話だと思うんだけど、ね、まあ今は多少、多少今まだ余裕があるというふうに見られちゃってるんでね。うん、まあそれでそういう無責任な話が降ってきてるっていうことなんだけど、とにかく大事なそのことはね、一体医療機関は誰のためにあると思っているのか。うん さっきも言ったけど医療機関はオリンピックのためにあるんじゃないんだと、うん、っていう発言ってやっぱりすごく真っ当だしそれすごく大事な話でねそのどうもやっぱりこのオリンピックをやるためだったらさなんかそのあらゆることを犠牲にしていいんじゃないかっていうね、うん、例えばそのほらうんとこの間のお話でもやったけどバスが3倍に増えるとかさ、うん あー車、その、えっと、選手たちを運ぶために専用車一台一人に1台とかやったら莫大な数になるわけじゃない、うん、でそんなことをやっちまったらおそらくもうあの高速もパンクするし下もパンクするぜって言ったじゃないそういうのって本当都民の生活に直結するんだけれども、うん、そんなことを構えやしねえよっていう、うん、こそういう姿勢なんだよね。うん しょうがないだろう、オリンピックのためなんだからみたいなね、うん、だからそういう考え方がやっぱり根底にあるから、だから、そのもうコロナで、毎日コロナで忙しいし、オリンピックやる,んだやるって言うから、とりあえず国書対策まではやってあげるよっていうね、うん、で医師会がちゃんと準備してくれていたのに、さらにそこにこう、いや、お前らコロナ対策も全部万全な、やってな、みたいなね。うん <laughs> まあ、お金はなんか払われるかってお金は払わないけどね <laughs> お金は払わないけど、まあ、政府もそう言ってますんでみんな <laughs> ヨロピック、ね、これこれさあのまずその神経を疑いますよねなんでそんなお願いができるのっていうのがまず <laughs> うん、うん、あのびっくりするところなんですけど <laughs> だよね やっぱこう、まあ無神経って言えば一言で終わっちゃうんだけれども、うん、やっぱりこの責任、うん、やっぱり俺、ね、僕はね、前から言ってるけど、うん、やっぱ究極の無責任体制なんだよね。うん、っていうのはその組織委員会っていうのはオリンピックが終わったら半年ぐらいでもう消滅しちゃうんですよ、うん、なくなっちゃう組織なの。うん だから、その、今おり、組織委員会を構成するのは、都庁とか、あと、中央官庁、うん、あと、スポンサー、それと、電通、うん。まあ,あと、地方の、あの、関係者もいるけれども。本当、ただの寄せ集め集団なんですよ。うん、だから、みんな、あの、帰属先が決まっているので、うん、終わったらさっさと帰る。うん、っていうことは、どういうことかっていうと、 もう組織が消えちゃうから、うん、なんかでかい事故とか事件があっても、うん、も誰も最終的には責任取らないで、帰っちゃうっていうこと、さならだからこういう無責任体制がね、うん、起きる、いやもう死んでも、じゃあもうとにかく何かあったら、私が腹切りますよっていう人は、一人もいないんだよ、あの集団にはね。 すごいなぁ、羨ましいなぁ。羨ましいよなぁ。<laughs> それで3兆円とか動かせるの、羨ましいなぁ、<laughs> 本当に。ありえないよ、本当に。いいなぁ。ねぇ<え>。うん、だから僕が、えっと、去年、んあれ去年だっけ今年だっけあ、今年、うん、あまあい,いや、あの去年の終わりか。うん、あのー、そのー、国書対策ってできたのと。うん うん、で国書対策文書でね、うんうん、文書で国書、国書対策できたんですかと、うんうん、最終的な責任者は誰なんですかって聞いても答えてこない、で別に責任者はいませんと、うん、なぜならば、その1人とかに任せると、えー、任せるよりも、組織委員会全体で責任を、うん、あの国書対策は頑張るんですみたいなね。うん なんかもう本当にこの小学校、小学生のなんかさ、クラスみんなで頑張りますみたいな、<laughs> そういう回答をよこしてきて、うん、もう本当にびっくりするんすよね。うん、あのー、一番の問題点って言われてた国書対策の、あの、直接の責任者が存在しないなんて、そんなことありえない、ありえないだろうってうね。うん、まあ,あ、あのー、とりあえず形上はあると思うって、うんだけど。だって解散しちゃうもん。そう。解散しちゃうからね。 だから裁判とかやっても、解散しちゃうと、本当追いかけにくくなるよね。うんうん、だってほら、裁判やるって言ったってさ、まあ、そのオリンピックが終わったあとになるわけじゃない。うん、で普通、やっぱり裁判まで持っていくのってね、うん、いろいろ半年ぐらいかかるからさ。いやもう、半年でもかなり急いでですよ。だよね。だからオリンピックが7月、8月にあって。うん そこで何か国書で例えば死んでしまったとかがあったとしても、うん、あの組織委員会はもう12月31日で解散しちゃうからね、うん、12月31日までにあの訴訟をここに持ち込まないと相手いなくなっちゃうっていう話なんで、うん、まあもちろんそれは、ね、名前と住所が分かっていれば追いかけられるけれども、うん、でも大事なのは組織がなくなるということよ、うん、つまりその責任を取る組織がいなくなっちゃう。うん 消滅しちゃうっていうことで、うん、これ、そうすると、なんかのこの訴訟を起こすときに、うん、その組織とトップの名前で訴訟を起こすわけじゃ、うん。だけどやってる間に、これが、あの、組織が消えちゃったら、うん、じゃあ、例えばこの1億円払いとかっていうふになったときによ、うん、誰がそれを負担するのかっていうね。うん これ結構すごい話だよね。うん、まあ最終的に、まあやっぱりまた国かって言って、またお前ら税金かよっていう,、ね、<laughs> もう。で、国家賠償訴訟とかになったらもうどれだけ手間がかかると思ってんだと。本当に。でしょうん。だからさ、もう本当に無責任な集団なのよ。徹頭徹尾無責任な集団でね。何の責任感もない。うん。 だから、このウィズコロナとか,またか、またバカな話が出てくると、うん、今度はウィズコロナで、あまたじゃあ,東京あの、東京の石川さんよろしく、みたいなね、うん、そんなバカな話があるかっていう、まあ、だから尾崎さんも怒ってるわけですよ。まあもうあの、この言い方なんて全然生ぬるいっていうか、もちろん記者会見用の言い方なんだよね。うん あの無観客しかないんじゃないのみたいなのはね、うん、だって無観客でのオリンピックなんてありえないわけだから、うん、あのかなり辛辣な意味も込められているとううんうん、うん、要するにやめちまえってことですよね、そう,そうそうそう、うん、もちろんそうよ、でこれ、東京都の医師会の会長の尾崎さんが、まあ、そういうふうなメッセージを出されてるんですけども、まあ、これ、あの、 別に、小崎さんだけの孤群奮闘ではなくですね、うん。まあ、本間さんのところには他のいろんなね、お医者さんとか医療関係の方からですね、うん。え複数の関係者の人から、いや、あれはないと。いうのも入ってきてますから、これ本当に大変なことですよ。うん。うん、だよね。だって現場がやれないって言ってるんだからさ、うん。あのー、それをやらせる そんな簡単に言うけどできないしね、うん、そもそも体制がないんだからさ、うん、で人も足りないわけでね、うんうん、今やっぱり本当、あのー、その身構え、んまあ、とりあえずその現場はさ、うん、次の波がいつ来るんだって身構えてるな状況であってさ、うんあのー、オリンピックのためにどうたらこうたらってやってる場合じゃないよね。いやまあ もう冷静に考えれば分かるだろうっていう話なんですけどね、これね、それでそのそ、えっと、組織委員会っていうかその、政府のあれの中では、うんその、やっぱり大きな話題になってるのは、全米オープンね、うん、徹底的なこの管理体制を敷いた、うん、だけど、あれやるためにね、うん、あれやるために。 500人から1000人ぐらいの1000人の従事者、従事者たち、お医者さんとか、うん、そういう人たちがみんなこうかかりつけになってやってたわけですよ、うん、あれっていうのはね。だからうーん、つまり日本でもオリンピタイオリンピックでやるとしたら、うん、そんな人数じゃ済まないわけ、うん、さらに何倍もの人数をそっちに咲かないと。 えー、全米オープンでやったようなハブっていうような、うん、もう完全に隔離した、うん、あの世界なんか作れるわけがないんだよね、うん、でねそれを約オリンピックだけじゃなくてパラリンピックでもやってくれっていう話になるからねというん、うん、ってことは1ヶ月間ぐらいに渡ってやんなきゃならないっていうことになるわけですよこれ莫大なその金と時間労力がかかる、うん 全米オープンはさ、そりゃさ、ちゃんとその金払われるから、主催者からね。うん、アメリカっていう社会でさ、医療機関に金払わねえなんて、そんなことあるはずがない <laughs> そんなことした日には、もう訴訟の嵐ですよ、ね、<laughs> だからね、だから絶対金ちゃんと払ってるわけよ。うんうん、なあ、ボランティアなんか使ってないんだから。うん まあまじゅまあ、最後の末端に行き合いはあるかもしれないけれどね。そういう方や、すごく狭い仕組みをね、うん、狭い空間、その全米オープンなんて選手たちだって別にそんなに100人もいないわけだからさ、あれ、期間も結局、まあ、10日ぐらいでやってるわけでしょ。うん まあ予選を含めたらもうちょっとあるかもしれないけども。でもとにかく全然桁違い。で、うん、一番でかいのは無観客であるっていうことよ。うん、全米オープン無観客っていう。うん、これあんまり報道されないんですよね。うん、ね。本当に。あの、全米オープンができたからコロナも大丈夫みたいな、オリンピック大丈夫みたいなことが結構報道されるんですけど、うん、やっぱ本当に無観客だったっていうことは知らされてないし、プラスそれでも、うん、 出たんですけどっていう、あの <laughs>、だからこれは無理なんじゃねっていうのが。選手でね。選手でも出ちゃうっていうね。うん。やだって。だからこの、この、この,このところ、このほら、先月ぐらいで、うんう、とにかくなんかオリンピックは絶対やるんだって、あの、バカどもがああだこだ言ったんで、うんうん、そしたら今日の朝日新聞のね。はい。あの、世論調査結果。で、 7月時点では、オリンピック、うん、来年のオリンピックっていうのは三割、できるのかって言ったら3割ぐらいしか、やれるっていう人いなかったんだけど、今回の調査では4割ぐらいに増えてるほうほ、ね、うん、ほう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 。ね、やっぱりああいう、ほら、口先だけの、やるやるっていうのでも、あ効果があるんだある。ある一定の人たちには効果あるんだね。いやー、素晴らしい日本人勤勉ですね素晴らしい <laughs> <laughs> でも確かに、あのー、あるな。でしょパラリンピックは、えー、41%。うん、33%から8%増えた。そう。すごい。あの、口先だけでね。オリンピックやれるんじゃねそうそう,そう <laughs> やっぱりいるのよ、そういう人たちが。それが8%もいるんですね。<laughs> いるんだ、いるんだ。いや、これは、あれですね。やっぱり、あの、大日本五輪軍の。 ね、繊意公用プロパガンダ。ね。もうなんせこの読売朝日毎日日経産経すべてでやってますからね。そうそうそう。いやー、効果あるよそりゃ。だから伸びちゃうんだよ、ね。いや、すごいなー、これは。<laughs> いやもう本当にね、あの、中国の古事を思い出しました。うん。あの、始皇帝がさ、この宝御まあ亡くなった後、向こうは宝御って言わないのか、うん、要するに死んじゃった後にね、 あの、えー、不祖だ。なんか、息子、すげえバカな息子がですね、こう、あの、ついたわけですよ。で、うん、それはなんでかっていうと、カンガンの長候がですね、あの、すごく、うんうん、あの、なんて言ったらいいのかな、権力を振り回したかったから。で、それでなんかね、鹿を連れてきて、な<ー>ね、鹿連れてきて、<laughs> ね、これは馬ですよね、 っていう風に言って、うん、<laughs> で、それを、この、いよいよ、これ鹿ですよね。っていう風に言った人は全員首を切るの。<laughs> で、はいはい、そうです、そうです、まだございます。っていう風に、あの、言った人だけが生き残ったと。で、これが馬鹿と、あの、ご権になったのではないかとされてるんですけども、うん、あの、もう本当にあの、全力で鹿を、あの、朝日とか、あの、日、 けい読みるとか、これは馬なんだーっていうふうに言い続けたら <laughs> あ、あ、これ、なんか、角生えてるけど、<laughs> 馬かもしんないね、とかっていう国民が増えた、ということです。まあそうそう、ね、<laughs> うん。受ける。まあ、そういうことだよ、本当に。受けるわー。いいーけどさ、っていうね。すごいわー。うん。う<ー>で、この、そこに、それでさ、だからね、もう入り、 いや100、ま、歩、あ、譲ってね、うん <laughs> まあ、100歩譲ってだ、そのオリンピック、うん、そのやることで、うんあのー、いやもちろん,や,いや,もちろんもうやるべきじゃないんだけれども、うんまあ、やることで喜べる人たち、うん、喜ぶ人たちがいるとしても、うん、でもだよ、やっぱり。 その医療体制が崩壊しちゃったら、お前、うん、本当に謝礼にならねえぞっていうね、あのー、オリンピックで選手がその感染するとか、うん、まあ観客があの酷、ー、暑熱暑でぶっ倒れるとかで、うん、まあ言うのは簡単なんだけど、うん、そのぶっ倒れた人たちには先があるわけじゃない、うん、先があるっていうのは、要するに治療を受けなければならないわけだ。うんうん でその治療を施す人たちがもう無理ですって言ってるんだから、うん、まあやっぱりこれは素直にね言うことを聞くべきであってね、うん、あのいつまでもえっと長高森っていう人だったっけうん長江森、うん あの、その始皇帝のさ。あの、超、長高ですよ。長高ねね森だ、あ、長あ、なるほどね。森さんが、あの、長高森。そうそうそう。森さんは、あの、カンガンじゃないんで、えっと、切ってないです、あそこ。まあ、もう、あれだろう。でも、カンガンに近い状況。まあ、カンガンに近い状況ではあると思いますけど。ついてるとついてたらかなりの問題がありますそれな、そっか。大きい問題だもんね。大きいは結構、やっぱ。うん。 だからその、でもそういうことを言ってるわけだよね。うん、やれないものをやれるやれるって言ってるわけで。うん、いやもう本当ね、これ、医師会、まあね、さっきも言ったけどさ、そうは言ってもだ、うん、もう11月、12月、1月ってなったら、多分絶対これ、そ絶対患者数増えるわけだから、あのちなみにそういう環境になっちゃうからね。アメリカのファウチ博士。 うん、えー、疾病対策センター,あーなんですけれども、冬のコロナの感染力やべえと、うんっていうふうにこう言ってるので、本当、マジでやばいよというふうに言われてます、うん、だよね、うん、だから、まあそういうね状況になればね、まあそういう状況になるのはいいわけじゃないけど、うん、まあ、そういう状況で、うわあってもうね、現場が大混乱に多分また陥ると思うから。うんうん そうなってるところで、あの、ところでオリンピックい, <laughs> <laughs> いくらなんでもそんなバカなことにならないとは思うけどね。う,ん,うん。まあ、それ、今だからそういうバカな要求をすし、うん、持ってきてるんだと思うけれども。うん。いや、ありえないよ。うん。本当に。ありえない。まあ、あ<の>でもありえないけど、もう読売朝日に、 とか、もういろんなところがオリンピックやれる、やれる、やれるって言ってるだけでさ、うん、これだけ8%も増えちゃうんだったら、そうそう、マジで、これ傾いちゃうかもしれないよね、<laughs> すごいねす、すごいでしょ、ただ傾けば傾くほどですね、現場の人たちは、うん、あの、やばいと思うので、うん、ますます本間さんへの情報提供は増えると思いますよ。うん いや本当、うん。まあ、このね、僕らはさ、うん、前からそのウィズコロナでああいう会議があった直後に、そんなの、まあ、医療体制組めるわけないだろうって。うん、まあ、はっきり言って言、ド素人の僕らだってそう思うわけなんだよね、うんで。それをやっぱり追求しない、その、新聞社、うん、っていうのはやっぱり、まあ、 取り込まれてるから追求しないんだよね、うん、だって、そんなの誰,人だ誰が見ても分かるんだもん、うん、はっきり言って、おかしいっていうこと、うん、だけどそれを追及しないで、うん、で追及しないどころか、組織委員会から発表があった、うん、要するに大本営発表だよね、大、うん、本営発表で選手には一人一人専用車つけますと、うん、バスももう密にしないんで、バスの台数増やしますとか。うん <laughs> 俺とかも絶対隔離、うん、絶対隔離して、うんえー、関係者にも合わせませんとか <laughs> そんなアホなこと言っててさお前それアホかって普通の、うん、じゃあ新聞記者とかだったら思うはず、うん、もう麻痺してんのかうん、うん、まあまあ使えないっちゃ使えないやつらもいっぱいいるけどさ、うん、まあひどい話だよね、うん、本当ねうん。 まあだからそういうことが、うん、まあまだしばらくは続きそうだけれども、うん、やっぱりこういう番組、まあこれね、あの、本当あの、メディアの連中もよく見てくれてるみたいなので、うん、まあこれがいつまで表メディアにこの話が出ないのか、っていうのはちょっと興味あるよね。うん、やっぱり表のメディアでも、 絶対問題になるはずだから。ねなるでしょう。うん。いやいや、本当に。まあ、ちなみに、あのー、えー、っと、新始皇帝が亡くなってね、長皇が馬、鹿をですね、これ馬だよねっていうふうに言ったっていうことで、オリンピック明らかに中止だよねっていうのもできるよね、できるよね、できるよねって言い続けたら8%の国民が、こう、なびいてしまうというですね、<laughs> 素晴らしい日本国民。ね。 ねえまあ、でもこれ、メディアのせいですよ、本当に、メディアが全力でできるって言ってるんだから。うん、ね、そう。いや、できない、うん、できないという、その検証をすべきだよね。できるっていうふうにびわびわ言ってるんだからさ、うん、だったらそれに対して、いやいや、冷静に考えたら、これだけのいろんな問題があるんだけど、うん、だから一応、ほら、んとあれをあの、報道にはね、 いろんな問題が山積みだなんて書くんだけど、じゃあその山積みの問題をどれだけちゃんと言っているのか、ね、うん、いやコロナだから大変そうだからって言うけれども、それはもうただの表しか見てないんだっ、うん、さっき言ったみたいな、そのね、一体何百人の医者が必要だと思ってるんだ。うん、体制を組むって簡単に言うけれども、ね。で、その、ハーブ、あのー、 あの全米オープンを参考にして、うん、なんかやれって言うけど、うん、じゃあそれを新国立競技場でどうやってやれって言うんだっていうね。うん、一つ一つ全く違うんだから、うん、規模も。規模も、その、環境も。うん、それをね、なんの、あのー、なんていうの、えっと、利益もないのに、うん、医師会にぶん投げてくるて <laughs> その神経がおかしい。<laughs> い<や>頭がおかしいだろうっていうね。うん 今あのいあの、そもそもコロナが、例えば解決しても、国書対策解決してないからね、うん、そもそも。そうよ。その2つの問題だからさ、うん、もうさ、要するにあの、イギリスと戦いながら、うん、とまたいきなりロシアにあの、こうね、なだれ込んでいる <laughs> ナチスと一緒でしょって。本当に <laughs> さ、本当、バカなのって。 そう、<laughs> 二正面作戦やって勝った国なんてないんだっていや、もうないです。はい。うん、歴史上ね。ねえ。もうそんな、本当に。あの、確かですね、馬鹿の語源も長高だったんですけど、アホの語源も長高だったはずですよ。ああ、そうだあの、アボ宮ってあったじゃないですか。四皇帝が作ろうとしたものすごい大きな宮殿があって、まあ確か、 あの、式によると、幸運によって焼き払われて、なんか、その炎が3ヶ月間燃え続けたっていうぐらいかでっかい宮殿らしいんですけど、始皇帝が作ってたその宮殿を、その始皇帝の馬鹿息子、えさっき嘘って言いましたけど、あの、古外だったと思うんですよ。馬鹿な方はね、古外で、それを作って、で、ま、国が傾く原因になったと、その、おま、も、だって、 コ雨とか流放とか出てきて、攻められてんのに、あの、うん、いキ暴ー作るんや、とかっていうふうにこう言ってて、<laughs> なんかこう、あの、もうコロナに攻められてきてるのに、いや、オリンピックお祭りやるんや、楽しいんやないか、とかっていうふうにこう言っていると。ね。あの、そのうちあの、日本ではですね、アホというのである。これ中国だったんで、あの、結構反中の方もいらっしゃいますから、これからあの、五輪というのをですね、 あの、<laughs> アホというふうに呼ぶと。ああいうふうに、書いたらどうでしょうか、日本語で。なるほど。<laughs> で、うん、お前五輪やなーっていうふうに言ったら、それはアホやなーって言われてると。それでどうでしょう。少なくとも関西の方はですね、うん、あの、なもう東京のオリンピックでなんでうちらの税金使わなあかんのやと。で思ってますから、<laughs> お前五輪やなっていうふうに、こう言ったらどうですかね。<laughs> で、なんか、うん バカな報道があったら、これは五輪報道やなっていうふうにこう言うと <laughs>。いいんじゃないでしょうかね、うん。本当にもう。うん、いやでも、下手すると、500年後ぐらいにはそういう言葉として、なんか、ほら、あの、津波、藤山、芸者、五輪みたいな感じで追加されてたらどうしよう、<laughs> 本当に。<laughs> 広島、長崎。 福島、うん、五輪とかって言われたらやばい。もう、多分その頃はね、五輪は消滅してるけど。消滅してるか。そうそうそう。<laughs> あの、大昔の言葉。うん。うん。あのー、もう、古語としてね。うん。昔そういう言葉もあったねっていうね。すごいバカなイベントをやってたんだよと言って。ええー、みたいなふうに言われると。<laughs> <laughs> 恥ずかしい。<laughs> まあそうなるね。 いや、もう本当にこれはね、ありえないと思いますよ。うん。で、やっぱ、で、このコロナ対策が一時、一旦ね、この落ち着いてるように見えるじゃないですか。感染者数多いけど。うん、で、これは国のおかげではなくって、あの、あれなんですよ。医療従事者の人たちが必死に頑張ってるからですよ。うん。ね。で、そこにさらによろしくって言うのって、 無理なんじゃないでちなみにあのー、お医者さんたちっていうのはね、あの、就職する際にインターンっていうのを、あの、やるんですよ。うん、で、これがもう激務なんですよ、本当に。うん、で、それに、あのー、耐えている人たちなんで、うん、まあ、あの、根性座ってるんですよね。人よりもストレス耐性も高いし、ちょっとした我慢も人命のためであればっていう風に奉仕する精神を持ってるんですよ。 それでも無理だって言ってるってことはですね、うん、この一般の人が、いや、ちょっと無理じゃねっていうふうに言うよりかは、もう相当圧が溜まってると思いますよ、これ。うん。うん。その通り。うん。うん、うん。ちょっとそこまで考えた上で、ちょっと考えた方が。かしかも自民党の、あの、支持者である人たちがそこまで言ってるっていうことは、かなり問題になってるよと。 いうことをですね、あの、ちょっと考えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思って、今日はまあ、あの、複数のね、関係者の方々が、その、お医者さんの生の意見というのをですね、本間さんに届けていただいたので、えー、そういう話をしましたが、うん、あれじゃないですかね。あの、国ってわけのわかんないことをするんですよ。コロナが流行り始めて、緊急事態宣言だった時に、東京裁判所から、東京の地裁からですね、すごい、要望があったんです、弁護士会に。 うん。不要不急の破産はおやめくださいって。<laughs> すごくないですかすごい, <laughs> いや。不要不急じゃない破産ってなんかあんのって思うんだけど。<laughs> 破産申請、まあ、そ,その破産申請を少なくせよってよ、ね。そうそうそう。あの、うん、忙しいからやめてって。不要不急の破産をおやめくださいみたいな。あすごい。相当も取れる、あの、あって。うん で後から、いやいや、すいませんでした、誤解があったならばお詫び申し上げますってなか <laughs> だからね、ちょっと、やっぱ本当、政府系って頭おかしい人多いんで、うん、真面目に、まあ、やってると、あのー、ごまかされちゃう。うん、うん、で我々もね、ずっと問題しましたけど、ついにやっぱり朝日新聞の世論調査でも、あの五輪やれるという人たちが8%。 増えちゃったってことはですね、うん、これも成功もしてるということなんで、ますます現場疲弊すると思いますから、これからもしっかり、え本間さんの声を届けていくためにも、よろしければね、こういうチャンネルが少しでも、あの、影響力広まれば、日本も少しマシになるんじゃないかなと思ってますので、よろしければチャンネル登録といいね、お願いいたします。本間さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。皆さんも見ていただきまして、ありがとうございます。今日見ていただいた広告はですね、ちゃんと本間さんに還元されます。今日も読者。 あブラックボランティア買ってブラックボランティア。とても面白い本なんで。うん、はい。